沖縄大公益会は、県産品の海外への販路を拡大することや、日本全国の特産品を沖縄から世界に発信することなどを目指して毎年開催されているもので、今年は去年に続き、リアルとオンラインの両方で実施されます。今日開かれた実行委員会では、去年の大公益会での商談件数が前年度を900件余り上回る成果が出た一方、制約金額はコロナ禍前を下回ったことなどが報告されました。その結果を踏まえ、今年度は海外との商談における通訳のサポートを導入するなど、商談の活発化を目指すとしています。第12回沖縄大公益会2024は、今年11月21日と22日に沖縄コンベンションセンターで開かれ、8月からの5ヶ月間はオンラインで実施されます。